第一の密室は半年前に鎌崎地区の秘密クラブで起きた事件だね。地下のカジノルームでジジイが壁に貼り付けにされてたやつだよ。自信あるならブワッと解決しちゃおう。第一の密室に行くのかしら。君の妄想生活に付き合うつもりはない。ユーマ、さっさと片付けてくれ。はい、わかりました。ここは原田さんの探偵特殊能力を初めて共有させてもらった場所だ。現在の現場と過去史で見た現場とで明らかに違っている場所があったよな。ここが怪しいはずだ。ここだ。そうだ、通気口からなら。犯人はその通気口から脱出したということでいいのか。はい、間違いありません。原田さんの過去史で現場を見たとき、通気口の蓋の四隅のネジが外されていたんです。だとすると犯人はここから逃げたとしか考えられ。バカしいですね。わあ！犯人がこの通気口から脱出した。ご主人様、あんな奴は穴だらけにして全18ホールのゴルフ場にしちゃえ。どういう意味？どういうことだろう。バカバカしい。あの通気口を出入り口にしている。脱出するなんてありえません。通気口がある位置を思い出してみなさい。あんな高いところにあったんですね。どうやっても通ることはできないでしょう。いくら蓋が外れたとしても、あそこまで届く足場もありませんでしたし。この謎を切る。通気口の下に刺さった釘は一部が下向きに曲がっていたんだ。犯人が壁に突き立った釘を足場にしてあの通気口まで登っていったからだ。その時の重みのせいで釘は下向きに曲がってしまったんだ。毎度こんな戦闘を強いられるとは。思っていたよりも体力勝負だな。本当ですよ。
だが謎の解明自体はシンプルだったな。釘を足場にして通気口から脱出したか。僕の使った過去詞で分かったのか。はい、原田さんがいなければこの事件はどうにもならなかったと思います。この程度の事件を一人でこなせるようでなければいつまでたっても見習いのままだぞ。すみません。またダメ出しされちゃった。見習いは辛いね。まあとりあえず外に出ようか。今の推理通りに壁の釘を足場にすればいいんでしょ。そうだね、急ごう。それにしてもつくづくこの謎迷宮というのは奇妙なところだな。一応確認しておくが、謎迷宮には謎を解く以外の脱出方法はないのか。非常口みたいなことですか。残念ですけどさすがにそれは。非常口あるにはあるよ。あるの。でも何の解決にもならないけどね。ここに入った時点の大ピンチな状況に戻るだけだから。しかもその非常口を使うにはとんでもなく大きな代償を支払わないといけないし。とんでもなく大きな代償って。気にする必要ないよ。非常口を使ったところで状況は好転しないんだから。それよりも謎解きに集中して。わかったよ。犯人につながる新たな手がかりか。細身の人間って。あの釘を足場にできたってことは犯人はある程度身軽なはずでしょ。それに通気口の大きさから見ても細身の人間しか通過できないはずだよ。それが真犯人の条件の一つというわけだな。ご主人様いい調子だね。俺様ちゃんの教育のおかげでね。この調子で残りの密室も攻略だ。第二の密室は3ヶ月前に住宅街の洋館で起きた事件だね。死体は書斎にあって部屋の鍵がその死体の下から見つかったやつだよ。自信あるならブワッと解決しちゃおう。密室に行くのかしら。部屋中に打ち付けられた人形、同じように釘打ちされた被害者。ここでも犯人は密室から消えているんだな。確かに他の釘男事件と共通している。しかもまた閉じ込められてる。この密室も謎を解かないと出られないみたいだよ。やってみるよ。
体発見時、この部屋のドアは施錠されてて、唯一の鍵は死体の下から発見された。出入りに使えそうな窓はないし、通気口は小さすぎて通れない。この状況で犯人はどこから逃げ出したんだ。人が出入りするには小さすぎるな。それに格子が内側からねじ止めされていて、外すこともできなさそうです。ではここから逃げるのは不可能だな。ここだ。ここしかありえない。この密室から犯人が逃げるには、やっぱりこのドアで廊下に出るしかない。え、そんなの普通じゃん。でもそうとしか考えられないよ。他に出入りできる場所もないし。でもドアには鍵がかかってて、その鍵は死体の下から見つかったんでしょ。廊下に出た犯人が外から鍵をかけた後、どうやってその鍵を室内の死体の下に置けるの。試してみたまえ。何事も検証あるのみだ。はい。犯行後、犯人は鍵を持ったまま廊下に出て、外からドアを施錠した。密室を作る方法はこれしかないとして、問題はご主人様の手元に残ったその鍵はどうすんの。もしかしてまだ分かってないの。ちょっと待って、もう少し考えてみるから。一旦中に戻って。あれどうやら締め出されたようだな。ご主人様、大変、早くしないと奈落に真っ逆さまだよ。どうしよう。落ち着け。謎を解けばいいだけだ。そうすれば謎迷宮の道は切り開かれる。君ならできるはずだ。そうだろ。はい、やってみます。鍵を密室の中に入れるんだよね。だとすると、そうだ、扉の上の通気口の隙間なら鍵を中に滑り込ませることができそうだ。ここからうまく死体の下に鍵を投げ入れれば。崩壊は止まったけど何も起きないね。扉も閉じたままだし。間違ってたらトラップが発動するはずだから、投げ入れたのは間違ってないみたいだけど。ただ投げ入れただけではないということだろう。それでは鍵を死体の下には置けないからな。なるほど、そこがこの密室のキーポイントだったわけか。これ原田さん、もしかしてこの密室の謎がもう解けたんですか。もしかしてまだ解けないのか。もったいぶってないで教えてよ。俺様ちゃんだけにこっそり。もし僕から情報を得たいと思うのなら、相応の支援を用意したらどうだ。もちろん安くはないが。
あ、悪魔だ。死神からもお金をむしり取ろうとするなんて。鍵を投げ入れたのは間違いじゃないけど、それだけだと死体の下に鍵は置けない。だとすると犯人は鍵を投げ入れた後、何か別の細工をした。死体を動かしたってことか。そうすれば投げ入れた鍵の上に死体を置けるし。でもどうやってドアの外から密室の中の死体を動かすんだ。ああ、完全に塞がれちゃった。だが謎迷宮で行く手を阻むのは全て謎なのだろう。そうだね。だからこの謎だって解けばいいだけ。せめてやる前に一声かけてよ。どうやって死体を動かした？だってさ、それはさっきから考えてはいるんだけど。現場に痕跡が残っていただろう。え？あれらの痕跡を見ればわかるはずだ。犯人がこの財布に使った道具がな。道具？僕が力を貸すのはここまでだ。あとは自分で考えたまえ。君も探偵の端くれだろ。わかりました。と言いつつ、本当は誰かに頼りたいんでしょ。わかるよ、俺様ちゃんは教育係だもん。だったら俺様ちゃんが力を貸してあげる。心の準備はいい？いいよね。え、準備？ご主人様、推理ぶっかましちゃって。あの現場には何箇所か細い紐状の痕跡が残されていた。きっとテグスのような細くて頑丈な糸を使ったんだ。それで死体を動かしたんだよ。細い糸を使って死体を動かした。また出た、アグレッシブなネクラ。その推理違います。間違っていますね。何が違うのさ、ご主人様が自信満々に出した答えなんだよ。いいですか、あの死体の足に打ち込まれた釘は体を貫通して床に突き刺さっていました。つまり死体は床に固定されていたのです。その状態でどうやって死体を移動させるのですか。ああ、死体が固定されてたんなら確かに移動させるのは無理だね。確かに移動させるのは無理だ。原田さんまで？じゃあ今の推理は間違ってるんですか？
あ、ドアが。真実が遠ざかっちゃう。当然です。あなたの推理は間違っているのですから。あなたごときでは真実には届きません。ここご主人様、ひとまずこいつをやっつけるよ。違っている。死体に忠実な証拠でもあるのです。死体は固定されていたのです。うん、だけど間違っています。死体に忠実な証拠でもあるのです。死体は固定されていたのです。死んでから1ミリも動いていないのです。実際あの死体の部屋は動かされた痕跡がありませんでした。この謎を切る。動かされた痕跡ならあった。あの死体は上半身と下半身とで血の流れ方が違っていたんだ。死体の下半身の出血は体の形に合わせて自然と両脇へ流れていたのに対して、上半身の出血は体の形とは関係なく、なぜか体の垂直方向、つまり腰の方へ流れ落ちていた。死体がずっと仰向けのまま動かされてないなら、あんな不自然な血痕にはならない。つまり死体発見時とその前では死体の体勢が違っていたって考えられるんだ。床に固定されていた以上、あの死体は動かない。その結論は揺るぎません。今の推理じゃダメなのか。僕の考えが間違っているのか。いいや、君は正しい。現場の証拠から導いた答えに嘘はない。ハロナさん、現場で細い糸が使われていたのは間違いない。死体が動かされた痕跡もある。となると残された問題は、固定されていた死体をどう動かしたか。あの奇妙な血痕こそがその手がかりになっているはずだぞ。あの血痕が固定されていた死体をどう動かしたか、その手がかりがあの血痕にあるってことは。ご主人様、ひとまずドアを追うよ。どんどん遠くに行っちゃう。わっ、ちょっとさせませんよ。そうだ、死体は最初上半身だけが起きていたんだ。だから上半身だけ傷口から下に血が流れ落ちていたんだ。さっき言った細くて頑丈な糸だ。それを部屋に張り巡らせて死体の上半身を支えていたんだ。
死体の首の後ろにだけ跡があったのはそれが理由だったんだ。犯人は死体を支えるために室内に張り巡らせた糸をドアの外から回収した。そこで支えを失った死体の上半身が倒れ、死体発見時のような仰向けの状態になったんだ。いよいよ密室が暴かれる時だな。あれ、いつの間に。犯人がやったのと同じやり方で密室を再現してみろってことじゃない。ご主人様、答えは分かってるんでしょ。さっさと片付けちゃおうよ。うん。ご主人様、犯人になったつもりで頑張って。怪しい場所はどこかな。犯人が密室を作った手順を再現するんだよ。手順を間違っているんじゃないか。まずはテグスをどこかに結ぶ必要があるだろう。頑丈でかつ後から回収しやすい場所を探すんだ。まずはテグスを通気口のスリットに結ぶ。こんな風に結んだ後、次にテグスをある場所に通したんだ。順番的には先に動かず固定されているものに通した方がやりやすそうだな。本当にその場所が関係あるの？今さっきご主人様は固定されているものって言ってたよね。それそうだ、樹脂製の人形の目の中を通したんだ。そして目の中を通したテグスをさらに別の場所に通したんだ。のある場所にテグスを通したんだ。その場所は首の後ろ、ここにテグスを通して支えたんだ。これで通気口、人形の目、首の後ろをテグスが通ったことになる。ねえ、どうして先に人形に通したの？死体の首の後ろが先でも良かったんじゃない？先に固定されている人形の方に通しておかないと体重をうまく支えられないからね。そして次はこのテグスを。テグスを通した痕跡は3箇所しかなかったはずだ。とすれば、おのずと次に何をしたかはわかるだろう。さあ、もう一度考えてみるんだ。テグスを通気口に戻すんだ。これで死体の上半身が起こされた状態で固定される。ここまでで室内の準備は完了だ。
そうだ、犯人はドアから外に出たんだ。そしてドアを施錠して、鍵を通気口の隙間から投げ入れたんだ。これで鍵をうまく死体の位置に落とせたら、最後にテグスを引っ張って回収する。そうすればテグスによって支えられていた死体が鍵の上に仰向けになって倒れる。犯人はこうして密室を作り上げたんだ。やったー、大成功。さすがは俺様ちゃんのご主人様。さっきの死体は血痕もおかしかったが、上半身と下半身とで打ち込まれた釘の長さが違っていた。上半身の釘は体を貫通していなかったのに対し、下半身の釘は体を貫通して床に突き刺さっていた。それは下半身をしっかり固定した上で上半身だけを動かすためだったんだろう。なかなか手の込んだ仕掛けだったけど、その謎も無事に解決できたね。ふう、ようやく宝箱にたどり着いたね。ねえ、一番頑張った人にこの箱を開ける権利があると思わない？ってことで俺様ちゃん、それも犯人につながる手がかりなのだろうが、どう使うべきかは判断に迷うな。とはいえ使い道があるのは間違いないはずだ。ありふ、さあ残りの密室も片付けてしまおう。はい。